はい、よろしくお願いします。誰に電話しよったと？ちょっと出前よね。え、出前？来た来た、何の出前？はい、私は佐賀市職員出前講座で伺いました。今日の佐賀シティテレビは、出前は出前でも佐賀市の職員による出前講座についてお伝えいたします。ご案内は秘書課の南雲さんです。お願いします。お願いします。さて、佐賀市の職員による出前講座、一体どんなことを？佐賀市では市役所で行っている業務の内容や皆様の生活に密着したテーマについて、職員が皆様のところに出向いて説明を行っています。それが出前講座。講座は6つのテーマで、なんと94講座もあるんですね。中でもどんな講座があるのか2つご紹介します。まずはこちら。はい、市民生活の講座から、悪質商法に気をつけて。悪質商法の手口やその防止策などについてご紹介いただけます。そして環境の講座から、エコライフの始め方、省エネなどご家庭で簡単にできるエコライフの実践方法についてのご紹介です。それぞれの講座、1回1時間から2時間程度、皆様が希望する場所で行います。料金はもちろん無料です。佐賀市在住、または佐賀市内に通勤通学している10名以上のグループであれば OK。 月曜から金曜日、朝9時から21時の間で受けたまわります。が、土日祝日をご希望の場合はご相談ください。お問い合わせは電話0952-40-7024、佐賀市役所秘書課校長係まで。出前講座ですね。行ってきます。佐賀市の職員出前講座、ぜひご利用ください。佐賀市テレビ。